ちは、ビストロクープです。で今日は、前回ツイッターでオムライスを作ってほしいっていうなんかリクエストいただいたので、それのオムライスを作っていきたいと思います。オムライスはコロナで自粛中になんか商店街のお弁当で販売してたんですよね。ですですなんで、そのお弁当、思い出のお弁当オムライスを作ってほしいっていうリクエストいただいたので、それをまた作っていきたいと思います。何これ？作ります。お弁当の時には一度に20人前ほど作ってたんですけど、2人前がどの量なのかわからないので、今日は鶏もも2枚、玉ねぎ2個、ピーマンね2個ぐらい欲しかったですけど、これしかなかったんで、あとバター、ケチャップ、卵、これオムライスの基本ですね。でまずベースとなる鶏肉と玉ねぎ、ピーマンをオリーブオイルでこいつ炒めておきます。はい、中火で。鶏肉なんですけど、皮をいつも通り、あの鶏肉を皮をパリッと焼きたいので、まず塩コショウしましょうか。下味ですですで粉をつけるんですけれども、まずここに油を引いておきます。中火です。で皮をちゃんと焼きたいので、こういうとこちゃんと伸ばしますね。あ、皮を伸ばす、うん、縮こまってるとこがないように伸ばしてあげる。シワシワじゃなくなった強烈美容外科整形で、皮目だけちょっと強力粉です。強力粉よく落とします。でこのままこっちも強力粉につけてよくはたきます。よくはたいて、こういうとこもちゃんとね、お入れちゃいます。はい、これなんか細かいのあったんで、これは噛まないんでこのまま入れちゃいますボンって入れた。こうしてる間に玉ねぎ切ります。はい、玉ねぎだけちょっと切り方が、四角くじゃなくて、なるだけ薄い千切りっていうんですか、千切り。ピーマンはどうでもいいです。なるだけ薄い方が。で、なんで千切りにするかというと、やっぱり食べた時にご飯と絡むし、口の中でも分かるのね、千切りだと。あ、そうなんですね。うん、近く切っちゃうと絡んでこない、ちょっとつまんない食べててね。うん、かといってちょっと太めの千切りだと逆に邪魔になっちゃう。こうやって綺麗な、まだまだですけどね。でもこの粉をつけてるんで、動かすと粉が散らかっちゃうんで、放置です。放置です。ね、この鶏肉に2枚と玉ねぎ2個で何人分ぐらいできるのか。お米を2に対して具が1です。お米が2に対して具が1。うん、ピーマン。ピーマンどうしようどうしよう。あのお弁当の時には入れてなかったのよ。あ、そうなんですか。そうなの。いや、アレンジですね。いや、普通入れたいんだけどさ、お弁当の時だと500円でしたから、ピーマン買えなかったね。確かに500円だとそうですよね。うん、
ピーマンもみじん切りですか？これ千切り。千切り。ピーマン千切りです。お肉は両面焼いて7割ぐらい火が入っていればいいです。こんぐらいでいいです。あ、そんな感じなんですね。うん、ここ焼けてないところはこうやって、うん、当ててあげる。完全に火通さなくていいです。細かく切ってから焼くんではなくて、皮目を全部ぐにゃっていうのが嫌いなんで、パリッと焼いてから切りたいんですよ。で、まだ火が通ってないんですけど、もうこのぐらいで揚げちゃいます。はい。7割。もうちゃんと焼き色がつけば揚げちゃいますね。はい。で、これで実はお弁当の時は前日にこれを仕込んでおくんです。あ、前日に。で、この皮からも油が出てるので、普段は捨てるんですけど、鶏の香りが出た油なんですね。なのでこのまま玉ねぎ入れちゃいます。はい、いい油なんですね。いいんだか悪いんだか分かんないけどでこれで炒めておくと。でちょっと強火にします。ちょっと強火で水分出すために塩をします。はい。でこれでよく炒めます。色が変わるまで。うん。その間に、卵このぐらいだね。2個割っときますか。はい。で卵割るときはこういうとこで割っちゃうと綺麗に割れないので、必ずこう平らなとこにポンポンってやってから割ると、真ん中から綺麗にこう、なんていうんですか、割れると。はい。そして味付けをします。塩。でここで忘れちゃいけないのが砂糖。砂糖。どのぐらいかというとわからない。わかんないですか。うん、適当。適当に入れて、ここで必ず味見をします。あ、卵の味見。ここあれ必ず味見をしてください。はい。ハンバーグとかもね、ちっちゃく焼いて味見するとか、肉団子も作るときは入れて味見をするとか、必ず味見をしてください。ここで味見で、ちょっと塩。これで OK です。卵でしょ。でピーマンも入れましょう。ピーマン投入で、オイル足して、ちょっとずつジュースが出てくるの分かりますかね。あ、汁。汁。あ、うん、汁。ジュース。ジュース。はい、これポイントかもしれません。このジュースと皮を焼くっていうことと、玉ねぎ大量っていうのがポイントです。玉ねぎなぜ大量がいいんですか。食べればわかる。食べればわかる。ここでもちょっとバター入れてあげましょうか。はい、ちょっとバター、バターちょっと、あ、あったかいうちに切っちゃうと皮と身が剥がれちゃう。それが嫌なの。じゃあさ、ちょっと冷ましてから切るっていう。そうだね。ちょっとずつ色が変わってきましたね。あんまり動かさない。たまに動かしてあげる。たまに動かす。うん、半分の量ぐらいになってきましたね。玉ねぎの量が。縮む分ですね。水分が飛ぶってことね。このぐらいの色になれば OK だと思います。はい。これをタッパーに入れときましょうか。タッパーに。はい。
そうしたら鮭の鶏肉、これね2枚分、切っときましょう。はい、まだちょっと熱いんで皮が切れるかどうか。こんなもん、四角く、うん、1センチくらいですね。そうだね。でこっち、玉ねぎの中に、こんな感じで、うん、ここに全部。これは今日使い切っちゃうんで、こう完全に火を取りに入れてませんけど、その方が柔らかく火が入るかなと思ってやってるんですけど、これを翌朝とかに残すんでした、明日とかに残すんだったらばちゃんと火を入れてからやってくださいね。当日食べるから今生みたいな。そう、皮と身だけ火を入れただけで。待って、ちゃんとくっついてるでしょ。はい、熱々だと取れちゃうんだよね。そうなんですね、剥がれちゃう可能性がある。冷ますと油でくっつくんですか。うん、ググってくれ。入りました、はい、で肝心なのがこのジュースですね。これジュースもたっぷり、これ全部入れてください。はい、一回ちょっと混ぜましょうか。でこれはオムライス用と応用編で半分ずつ使うので、はい、この倍のご飯を使う、半分、この倍のご飯を使うってことです。2対1なので。ああ、なるほど。うん、具が1、ご飯2ってことですね。具が1、ご飯2です。とバターとケチャップだけです。じゃあ誰でも作れそうですね。そうですそうですじゃあ作っていきましょうか。はい、で火をつけておきますね。はい、中火です。中火。バターが多分これで3人前できちゃうと思うんで、半分の量で、うん、これとご飯で1人前3個ぐらいだと思います。なのであと5個、1人前3個ぐらい、1人前がこのサイコロ3個分、うん、3人前できるとして、こういうこと、これが3人前の量、はい、1人前3個として、はい、ちょっとわかんない、やってみてって感じですね。そうだね。あともうオムライスは手早くするためにもう全部準備をしときます。そしたらご飯、はい、フライパンが温まったところで、はい、オリーブオイルいきます。オリーブオイル、これ一気に軽くまた炒めていきますね。鶏肉が火が入ってないんで。肉をカットしたので断面に塩がついてないので塩して胡椒して、油はそんなに引かないで大丈夫ですね。テグロンのフライパン、テグロンのフライパンじゃなかったら油引いた方がいいですか。テグロンのフライパンでも引くんだよで色がこうもうね、ほとんど9割ぐらい鶏肉に入ったところでお米投入です。米と牛、これの2倍だから4人前ぐらいできちゃうね。4人前、すごい量ですね。ね、うん、このぐらい、2対1ぐらい。おお、ね、さあここからスピード勝負です。はい、はい、バター、バター
スピード勝負で、切るようにこう潰さないでこうやって切るようにね。切るように、はい。必ず温かいご飯の方が素早くできますし簡単ですね。冷やご飯だとこういうのがね塊がいっぱい出てきちゃうんで、もう温かいからご飯に熱を加える必要もそんなにないですね。ある程度絡まったらパンがほぐれて、ここはもう手早くですね。そしたら、もうできましたね。で、ここで塩味をまず見ましょうか、うん、ケチャップだけの味だと締まりがないんで、そんなに炒めすぎないでください。炒めすぎないで、うん、で、このままだと余熱で火が入っちゃうんで、ケチャップに、はい、この時点でもう移しちゃいます。ボウルに。3人前、大盛り3人前ぐらいかね。大盛り3人前。そうしたら、つかないフライパン。はい、つかないフライパン。味をしておいた卵。スプーン。お皿。全部用意しておきます。はい。ちょっと熱くなってきたらオリーブオイルなじませて、70cc レードルですね。これ1杯半ぐらい。ですぐにこう寄せて、で火を止めてご飯。そうしたら傾けて卵をこうくるむ、こっちに寄せちゃう。寄せる。で、僕は右利きなんで右手に持ち替えて、はい。おお、早かった。一瞬で出来上がった。結構完成。完成です。K さんが今、食事食べ物をデリバリーしてる間に、私が一人でオムライス食べたいと思います。完成しました。オムライス、なんかハート描いちゃいました。本当に美味しそう。じゃあ最初はこのオムライスからいただきます。なんかお弁当を売ってる、あの夏の期間すんごい暑い中、私も土日昼間お弁当販売してたんですけど、なんかお客様が500円だからなの、500円でしかもフレンチのオムライスめっちゃ美味しいみたいな感じで、なんか口コミが広がってってくれて、なんかいっぱいお客さんが買いに来てくださって、で本当になんか嬉しかったんですけど、それ以上になんか K さんがお土産でいつもオムライスくれるんですよ。だからいつもなんかお昼、まあ、夜その時夜営業してなかったんで、オムライスいつもお土産でもらってご飯食べてみたいな感じで、すごい幸せライフを送ってました。で、あのオムライスがまた私もこうやって食べれるんでめっちゃ嬉しいです。しかもなんか動画で今回撮ったじゃないですか。なんでなんか自分で作って食べれるって思うとなんかすごい嬉しいです。じゃあいただきます。うん、めっちゃ美味しいです。なんかこの卵がさっき砂糖入れたんですけど、砂糖の甘みがなんか程よい甘み、ケチャップの
しょっぱさとちょうどいい感じにマッチしてる、日本語合ってるかな、わかんないけどそう、なんかしかもなんかこの玉ねぎがこれなんかシャキシャキしてて、あ、だからみじん切りにしたんだと思って、みじん切りにしたんだなと思って、めっちゃ美味しい。卵結構砂糖入れてるなって思ってたんですけど、思ったより甘くないし、ほんと程よい甘みですんごい美味しいです。なんかとにかくうまいっていう食レポになっちゃいましたやっぱ慣れさえいないと食レポは難しいです今日の動画は、ピラフとオムライスとそれからオムレツでした。ヤウシが食べたのはオムレツとあとオムライスだったんですけど、2つもめっちゃ美味しいし、オムレツもオムライスもピラフも家で簡単に作れるので、なんか料理が下手な私でもめっちゃ作れますよね。ケースよく喋りましたなるさんいないのに結構頑張りましたじゃあおしゃべりはなるさん担当なんで、ちょっと今日の動画は多分めっちゃ頑張ったと思います。じゃあケイさんごちそうさまでした。はい、500円くださいひどい天引きされちゃうじゃあ今日の動画はそんな感じで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ケイさんバイバイしないんですか？大丈夫だよ。嘘。